おはようございます。久しぶりに我が団地内を散策しています。もうちょっと先に行くと竹がね、竹林っていうか入っているところがありますね。最初はね、このすぐそばに座って、ここに座ってやろうか、こんな感じで、よいしょ、いろいろお話ししましたね。ね、いいお天気で竹も綺麗で、はい、実を言うと、あ、でもこっちの竹よりはあっちの方がいいかな、ちょっと行ってみようか。実はですね、手に、胡椒、そう、そうなんです、致命傷じゃないんですけどね、音楽っていうか楽器をね演奏する者にとってはちょっと気になることなんですけどね。こっち側でしたね。こっち側の方がちょっと広がっているのでいいかな。そう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 、こんな感じでしたね。はい、手っていうのはね、今こうカメラを持ってるのが左手で、で2個を操る時もこう今左手ですよね。左手でこうやってやるでしょ。だからこっちは問題ないんですけど、今のところこの手、弓を持つ方のこのね、人差し指のこの先にほら黄色くなってるのは見えるでしょうね。なんだよ、魚目なんとかっていうイボですね。そう、これができちゃって、もう何ヶ月前からあるんですけど、ちっちゃな点だったんですよね。そのうち消えるかなと思ったら、だんだん大きくなってきて、何ヶ月かけてですよ、大きくなって、で痛みが伴ってきたんですよね。で触ると痛い。もちろん使えなくなっちゃうんですね、指が。もちろんまあ2個の弓を持つのはこっちの手だから、こう弓を持つときはここはまだ使わないんで全然問題ないんですけど、こう痛いから常にこっちをかばうためにですね、この残りの4本の指で生活をするようになって、そう、なんだか5体不満足でこんなに不便なのかっていうのはあるんですよね。例えば小銭、財布から小銭を取り出すときに、こうやっぱり慣れてないから落としちゃうんですよね。落としたら今度拾うのもこの指でやらなきゃいけないから拾えないとか、拾いづらいとかね。そうね、でとうとう昨日病院行って皮膚科行きましたね。で先生にお見せしたら、あーあーああって感じで、よくある話みたいですね。そう、それで冷却治療っていうのかな、なんとか地層だとかっていう、シューって冷やして、多分凍傷を作るんですよね。凍傷を作って少しずつ何回かに分けて治療するんですけど、毎週行くようにしようかなと思ってるんですけどね。そう、まあね、本当に普段何とも思わないでこうね使ってるこの自分の体がね、いざと不具合が生じると本当にやりづらいですね。うん、で後にですね、皆さんにお見せする動画は昨日、千葉の教室、グループレッスンですけどね、で皆さんの練習の録音ですね。画像が私が映ってるんですけど、皆さん映さないようにしてるんですけど、
人が勤勉であれば春が来るのが早いっていう中国の曲でね、まあタイトルがめんどくさいから私が勝手に春が早く来るって改めたんですよ。春雷草にしたんですね。その曲はご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっと早いんですよね。特に真ん中の前半1番と3番が早くて真ん中がゆっくりなのかね。でそれをやりますって言った時に皆さんが最初こんなのやれそうにないよって言ってたんですけど、いやそんな早くやる必要はないので自分たちらしくね、自分たちのペースでやればいいのでって、で少しずつねやっていただいて、昨日1番と2番なんとかなりました。本当に良かったですよ。まあそんなスピード上げてないんですけどね、自分たちのペースでやるからいい感じだなと思ってます。だからぜひ皆さんにも聞いていただきたいね。それではよろしくお願いします。あ、今日は週末だ。そうだ、これから都内に行くんですね。どちら様も、良い週末をお迎えください。この竹を見ていいでしょう。空が青ですよね。ほらこんな感じですよ、ね、それではごきげんよう。さようなら。再见。はい、じゃあいいですか。いいですか。3、はい。
いい感じ。